どうですか、メンバー的に見たら、まあ、北がたくさんいて、はい、であと強い深谷がいて、はい、さあ村上君は、まあ、深谷のうちは空いてると思うんだけど、まあここまで、来れたのも、ね、ラインの仲間がしっかり頑張ってくれてるところはあると思うんで、まあ、そういう後輩たちの気持ちに応えるためにも自分は自分で頑張りたいと思います。まあ、明日はね、その当然内山君目標という形になると思うんですけど、はい、まあ、どういった戦い方をしたいなと。まあ、当然任せることは任せますけど、全て自分が作戦を考えるっていう立場になると思うんで、しっかり、勝てる作戦を立てるしかないなとは思ってるんですけど、なんとか総合力で、優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。やっぱりね、ディフェンディングチャンピオンというか連覇を狙えるのは成田君しかいないという、はい、よくそういうふうに言われるんですけど、まあ、自分でもそういうふうに思って、うん、やっぱりこれ、まあ、一つのチャンスだと思って、まあ、気持ちも入って練習できてたと思います。優勝狙える、まあ、どうにいっても優勝狙えるしね、成田君の場合はね。いや、そんなことないですね、はい、脚力的には、まあ、その戦法的にも、はい、そうです ね、 ね、はい、じゃあ連覇を目指して、はい、もう連覇を目指して、まあ、自分の意思からしっかり頑張ります、はい、今回5人乗ったんだっけ。まあ5番手ですねまあ誰が先頭か分かんないと。まあ山崎もいるし、友和と、まあ、地力3人いるんで、うん、話し合って決めるんじゃないでしょうか、うん、はい。まあでもね、山崎のグランドスラムもかかってるし、成田の連覇もかかってるし、ね、そうですね、まあ、そう言いながらもやっぱり久しぶりタイトル欲しいだろ。そうですね、うん、はい、無欲で頑張りたいですね。どうやったら取れる。まあゴール前ね、目をつぶって突っ込むしかないんじゃないですか、はい、さあ明日はどうしましょう。明日、そうですね、北5社並んで、自分は一番前でやります、うん、どっちかというとね、まくりのイメージの方が強いんだけれども、うん、明日は先行も、明日はまあけどいつも通り、まあ、仕掛けるタイミングで仕掛けようかなっていう、まあ、しっかり頑張って、はい、ありがとうございます。いつも通り、全力出し切ります。応援お願いします。G1 の決勝っていうのは初めて、はい、どうでしょう、明日はどういうふうに走ってみたいですかね。やっぱり武田さんの前で走らせてもらえるんで、うん、その重要さというか、もう感謝の気持ちも込めてしっかり走るしかないです。あまり恥ずかしくないようにしっかりいいレースしたいと思います。応援お願いします。やっぱりグランドスラムっていうのは、ね、目標としてあると思うんだけど。そうですね、なかなか取れることでもないし、なかなかこうチャンスも巡ってこないと思うので、はい、今回も北日本5人揃いましたが。そうですね、5人なんてなかなか決勝でないんで、うん、まあ、うまく決めたいですけど、ね、まあ、普段だったらね、はい、佐藤君とね、まあ、別戦とか、はい、まあ、いろんな選択肢があると思うんだけれども。そうですね、普通に行けば別戦でよかったんですけどね、うん、まあ、相手も強いし、うん、まあ、5社ということで、うん、はい、まあ、どうやって戦いましょう。と友和君、みんなで話した結果、まあ、友和君の番手で、まあ、5人並ぶということで番手で頑張ります。どうやったら勝てるでしょう。まあ、競輪何あるか分かんないんで、うん、はい、その辺は考えて、本人で考えて頑張りたいと思いますけど、明日は力を出し切るレースして一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。どうですか、このバンクレコード。そうですね、今までタイはあったんですけど、うん、やっぱ出したのは初めてだって嬉しいですね。でこれで3連勝でね、まあ、見るたんびにこの強いという前の選手もそういうイメージがあって、多分決勝は少しこうね、位置取りが難しくなるかなというところがあると思うんだけども。そうですね、かなり厳しいレースにはなると思います。まあでもどこにでも大丈夫か。まあ頑張ります、はい、自信満々で、まあ、なんとか力出し切って